シャルロッテ・フォン、ヘッセン・カッセルは、ドイツのヘッセン・カッセル疱白家の公女で、プファルツ選定工科ある一世、ルートビヒの最初の妻。ヘッセン・カッセル疱白ビルヘルム五世とその妻で、ハーナウ・ミンツェンベルク博フィリップ・ルートビヒ二世の娘で、あるアマーリエ・エリザベトの間の、第六子、ゴ女として生まれた。1650年2月22日にまたいとこにあたる。 プファルツ選定効果ある一世イルートビヒと結婚した。美貌の持ち主だったが、同時にわがままかつ強情な性格でもあり、三人目の子供を出産した後は、これ以上の出産は、容姿、体型を損なうとして、夫との同金を拒んだ。また派手好みで、夫が三十年戦争で荒廃したプファルツ、選定公領の再建のために節約に努めるのを、 尻目に舞踏会や狩猟パーーティをを開いて散を繰り返したこうして先帝公夫妻の夫婦仲は疎遠になった。やがて夫は妻の女官で愛人となっていたマリー・ルイゼフォン、デーゲンフェルト男爵夫人との結婚を望むようになった。シャルロッテは離婚を拒んで二人と激しく対立し、神聖ローマ皇帝レオポルト一世に、 夫婦の朝廷を嘆願するなどの虚に出たので、先定交付祭の修文は、ヨーロッパ諸国の宮廷で、ゴシップとして取り沙汰された。カール一世は、シャルロッテと正式に離婚しないまま、1658年に、身オモのデーゲンフェルトとの結婚に踏み切ったため、重婚状態となった。シャルロッテは娘リーゼロッテの養育を口実に、ハイデルベルク城に泊まっていたが、 カール1世は1659年に妹のオスナブリュック公、エルンストアウグストヒゾフィーに娘を預けてしまい、娘とも引き離された。これにより、ハイデルベルクに残る口実を失ったシャルロッテは、1663年に実家のカッセル宮廷に帰った。1680年に息子のカール2世が先帝公くらいに着くと、ハイデルベルクに帰るが、 1686年に水種のために死去した。ありがとうございます。